皆さんこんにちは、ワンダルギルフィッシュです。今回はギレンの野望アークシズの脅威 V ネオジオンシャア編の続きをプレイしていきたいと思います。前回までにサイド3グラナダを取りました。今回はさらにホームブラウンを取っていきたいと思います。加えてですね、連邦軍側の反攻も予想されますので、連邦の支配地域と隣接しているところについては戦力を増強しておきたいと思います。で、まあちょっと姑息な手ではあるんですけども、少数で入ってきてもらって、まあなんて言うんでしょう、大軍の援軍を送り込んで撃退するという手法をちょっと使っていきたいなと思いますので、隣接している拠点から一歩引いたところにですね、主力を配置しておきたいかなというふうに思います。まあ、このあたりはなんて言うんでしょう、もう攻略のテクニックみたいなところだと思いますので、まあ、多少姑息だなというところはもちろんあると思うんですけども、まあ、積極的にですね、テクニック使っていきたいなというふうに思います。早速ですね、宇宙のゴディ敵部隊が、しかも大部隊が侵入してきましたね。まあ、少なくともジェガンが配置されていることは確認しています。こちらの実行部隊だとどうだろう、ちょっと話にならないかな。特にここあまり強い部隊を入れていなかったところではあるんですけども、まあ増援でレズンのバウを用意したので、まあ、これでちょっとどこまで戦えるかというのをやってみようかなと思います。どこを拠点にして守るかというところでいうと、まあ、やっぱりどうだろう、ここかな。ではちょっと防衛戦に入っていきたいと思います。では防衛戦と並行して、進行戦も行っていきます。ここに関しては最前線でシャアに入ってもらってますので、シャアを使っていきます。さあ、各所で激戦を繰り広げてますが、特に激戦になっているのがここです。宇宙の5、ここをどう守りきるかというのがちょっと肝になりそうです。まあ、ただ敵の戦力がですね、大戦力になってまして、まあ、ここをちょっとしのぎきるのがかなり苦戦しそうという状況になっています。まあ、ただここにはですね、このデルタガンダムに乗ったレズンがいるので、このレズンを中心になんとかね、守りきってもらいたいなというふうに思っています。でここには、双方30ユニットぐらいが入り乱れての戦闘になっていますので、ここで勝利できれば、まあ、逆に言うとですね、連邦のユニット30を削ったと言えると思うので、まずはここで確実に連邦の30ユニットを葬り去りたいなというふうに思ってます。でそこに当たっては、まあ、多少の損害は、まあ、致し方なしというところですね。で特にこの宇宙の5に関してはですね、パイロットがレズンしかいないという、まあ、不利なところになってますので、まあ、損害が出たとしても織り込み済みと言えるかなと思います。ハサウェイがジェガンに乗ってるのか、まあ、ただこの頃のハサウェイはまだ全然育ってないと思うので、ハサウェイも撃破できましたね。ただ貴重なガルバルディを失ってしまいましたね。ガルバルディは索敵がついているので、まあ、重宝する部隊なんですけどね、ハサウェイを撃破しました。なんでガルバルディはね、生産をしていかないといけないかもしれませんね。さてデルタガンダムのレズンですね、敵はジェガンのアダム、これは強敵だな。まず射撃戦でアダムを撃破できれば大きいですが、残るか、残った。まあ、格闘でアダムは撃破できましたね。
ジェガンが本当に強力で、このジェガンが連邦の量産機なんですが、一方のネオジオの量産機は、まあご覧いただいているのはズサとかなので、どうしてもね、火力面で、耐久面でちょっと劣るというところは否めないですよね。さあ、デルタガンダムのレーズンですね。支援攻撃も当たって、射撃戦で前衛のジムを撃破できなかったかな。ジム3にマラサイが残ってますね。もうちょっと削りたかったなというのはあります。さて、宇宙の5はだいぶ戦況が有利にはなってきました。レズンのデルタガンダムの活躍が大きいかなというふうに思います。開発プランの方ですが、アクシズ製新型ザクですね。これ開発早急に行いましょう。追加予算も投入したいところなんですが、投入するとですね、モビルスーツ兵器が一切生産できなくなってしまうので、ここはちょっと泣く泣くですね、自重して失ってしまったガルバルディですね、これの生産を行います。さて、キューベレーにですね、クエスを乗せてクエスを育てていきたいかなと思いますので、この部隊をですね、まるっとこのホンブラウンへと向かわせたいと思います。ホンブラウンが取れると、ホンブラウンでは、収入が500あるので、またここでね、少しネオジオン側の資金がショートしている部分をカバレッジできるかなというふうに思っています。そしてちょっとまずいニュースが1個あってですね、このアーバオワクーにも敵が攻め込んできているんですが、このアーバオワクーにはですね、なんとアムロがいます。このアムロをどうやって仕留めるか、これがちょっとかなり肝になりそうでして、これアムロを仕留めきれないとですね、ちょっとかなり厳しい状況になってくるのかなと思っています。アムロがいるとこれだけでね、戦況が変わってくると、まあそういう状況ですね。なので、アムロ一気に叩くのか、疲弊を待つのか、ちょっとそのあたりもうまくですね、立ち回っていかないと、足元をまさに救われるということになりかねないんですが、ここはですね、一気に決着をつけに行きましょう。アムロがリガズに乗ってますね。前衛のジェガンをどう仕留めるかだな。前衛のジェガンさえ排除できればアムロに直接攻撃ができるので、前衛のジェガンを削り切って、あとはアムロにほとんど攻撃が当たってないな。ただ格闘は入る。でアムロが撤退さえしてくれれば大きいですよね。よし、アクトザクを失いましたが、アムロを撃破できました。これはでかい。アムロさえいなくなれば、なんとかバウンドドッグとジェガンだったら対処ができる、かもしれません。まずはジェガン、これを仕留めましょう。まあ、最悪の最悪、ザンジバルを失ってでも仕留めたいですね。でバウンドドッグはエネルギー切れを狙います。燃費が悪そうですからね。なんとか撃退はできそうかな。はい、バウンドドッグ仕留めました。なんとかバウクの防衛に成功しましたね。では本命ホンブラウンの攻略戦に入ります。ここには先ほど紹介したキュベレーのクエス、ノイエジール2の総帥ですね。このあたりをうまく使って一気に殲滅戦へと持ち込みたいと思います。ハンマーハンマーに乗っているのはギュネイです。ギュネイももっともっと育てていって、将来的にはね、
より上位のモビルスーツへと乗り換えてもらいたいというふうに思っています。さあ、敵が撤退行動に入っているように見えます。ここは追い打ちをしっかりかけていきましょう。クエスのね、キュベレーでも攻撃を仕掛けて、しっかりとここで功績値を稼いでいきたいと思います。クエスです。まあ実質これがキュベレーに乗っての初陣ですね。傷ついたジムを撃破して終わりです。まあこういうところでしっかり功績を稼いでもらいます。はい、フォンブラウンから敵が撤退しました。フォンブラウン取りましたね。あとは防衛戦をこなしておきたいと思います。では防衛戦はね、裏で進めるとして、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、次の攻略目標を決めていくところから始めていきたいと思います。